ア・リーグエンゼルス4、3アスレチックス、2022年9月27日アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手、28、が27日、日本時間28日、本拠地アナハイムでのアスレチックス戦に、3番 DH でスタメン出場。4打数2安打で今季39度目のマルチ安打を記録した。試合は接戦を制し、エンゼルスが連勝した。大谷のバットが止まらない。初回の第1打席で左中間への二塁打を放ち、キャリアハイとなる12試合連続安打をマーク。今季150安打目で、150投球回以上、153投球回、150奪三振以上、203とし、近代野球とされる1900年以降では両リーグ初のトリプル150を達成した。この安打で勢いに乗ると、3回の第2打席は内角球にバットを折られながらも力で左前に運んだ。5回の第3打席は1ゴロ、第4打席は空振り三振に倒れたものの打率を今季最高となる273に引き上げた。大谷は昨季、マルチ安打は40度だったが、今季は8試合を残しすでにマルチ安打は39度記録している。